はい、皆さんこんにちは、ユマトリックの池田です。こんにちは、坪井です。今日は10月の19日に亀岡生き生きガーデンというユニマトリックも関わっているプロジェクトがありまして、それの除幕式というイベントが行われたので、そのちょっとご紹介をしたいなと思っています。そもそも亀岡生き生きガーデンがどういうプロジェクトなんだっていうのをまずご紹介したいと思うんですけども、はい、こちら植栽イベントレポートっていうのがあったので、その時に私も取材で行ったので、そのご紹介をしたいんですが、まず亀岡生き生きガーデンとは何かっていうので、亀岡生き生きガーデンって実はユニマトリックが主導の公共事業なんです、うちが監修を務めて、で構想とかデザインとかは神戸国際大学白砂先生にお願いしてまして、で施工をガーデンファクトリーソートさんが担当してて、でもちろんその公共の事業なので、亀岡市の持っている土地を活用したプロジェクト、でそのまあ亀岡市の職員の皆さんとか NPO 法人亀岡花と緑の会とか、その亀岡に、亀岡って保津川下りが有名なんですけど、保津川優先企業組合の方とか、亀岡市内にある京都府立農芸高校の方とか、まあ、その亀岡市民の皆さんとか、ものすごいこう市民一体型となったプロジェクトの温度をとっているのがユニマトリックになります。そもそもこの土地に何があったかっていうと、今お写真が写ってると思うんですけど、この建物って実は無許可の建物らしいんですね。もうちょっとさっきの建物の、そうそうそう、このスペースにこの建物が、なんかちょっと横に小さな川があって、その隣にある土地があったそうなんですけども、建物の方が建てて長年住んでらしたんですけども、まあ廃墟になって、言ったら所有権がないので、こう誰も管理してないみたいな状態がずっと続いてたんですけど、対面に実はサンガパープルスタジアムがありまして、言うたらこう全国のサッカーファンの方が集まる、そしてかなり駅前なんです。もう駅から徒歩10分もかからないぐらいでこの場所に行けるんですけど、その場所にこの建物が建ってるのは良くない、でその整地して豊かなグリーンを育てようっていうプロジェクトがこの亀岡生き生きガーデンです。でその建物を取り壊して造成工事したところの写真がこちらです。あ、ここがもともと建物が建ってたところ、そうそう、あったところ、さっきの小屋のような建物が3棟縦に並んでたところがこのスペースになります。だいぶやっぱ縦に長いスペースであることがわかるんですけど、でその白砂先生のコンセプト的には、その地元の、めっちゃ選挙の声大丈夫ですか？今日は朝からすごいんですよね。撮影時間が分かりますね。はい、でですね、その砂島先生のプランによると、その亀岡市の農家の庭先に植わっている植物を植えようということで、まあ、今回そのいろんな農家さんから苗とか種とかをお裾分けしていただいて、ローメンテナンスで持続可能なグリーン空間を作っていくこと。農家の庭って確かにそんなにお手入れしてなくても、まあ、うちの実家も言ったら田舎の農家の庭っていうのがあるので、勝手に生えます。確かに種、花が咲いて種が落ちて、またそれが毎年毎年確かに特にお手入れしているイメージないんですけど、それが確かに持続可能といえば、本当に毎年毎年同じ光景が見れるっていうのは持続可能なことなので、でそれを緑の環境プラン対象っていうのに応募したら、なんとそのガーデン部門緑化大賞を受賞しまして、はい、今回のその除幕式でもそちらの方のプレートもちゃんとつけていただいているので、また後でご紹介したいなと思うんですけども、白砂先生が作ったプランを、ね、はい、陸地で起こしたパースになります。こんな風に縦に長いスペースでこうバラやこうくるくるっと高い塔に巻きつくようにバラが、ね、はい、できるように設計されていて、でその他の植物はもう季節のものや、その農家さんから、地元の方からお裾分けいただいた花がたくさん植わるというプランになってます。そうそう、これがその時集まった植物の株分けされてきたものですね。ただ一応なんかプラン的にも、そのさっきのビッグキャドのパースで見たら分かる通り、でちゃんとこう奥行き感が出るように植栽の高さを合わせるみたいな植え方をその時に配しました。それでは除幕式の方をご紹介したいなと思うんですけど、はい、はい、こちら先ほど紹介しましたサンガスタジアム、バイ京セラっていう、京都パープルサンガっていうサッカーチームがありまして、
もうその本拠地となるすごい大きなスタジアムなんですけど、うん、でその向かいにあります駐車場をまあお借りして今回は除幕式を行いました。本当にもう亀岡市内、もちろん市長をはじめ市議会の方々や、うん、亀岡市で活躍されている来賓の方々がご列席になっておりまして、うん、リック主催のイベントなんですよねこれって。あ、はい、これはあのユニマットリックが主催のイベントとなります、ね、亀岡駅ガーデンの除幕式ということで、うん、この度ちゃんと本当はあの6月にやる予定だったんですけど、うん、やっぱコロナのコロナ禍の緊急事態とかが、はい、影響とかでちょっとそれが伸び伸びになって、うん、今回緊急事態宣言が明けたということで10月に開催、うん、はい、しました。これがそのプレートを皆さんで除幕するところですね、うん、これが先ほどあのご紹介しました環境プラン大賞のシンボルガーデン部門で緑化大賞を取ったっていうプレートもちゃんとここに設置されまして、うんうん、都市緑化機構の方も今回あのご来賓で参加されて、なぜこのガーデンが受賞されたのかっていうこともコメントでいただいたんですけども、やっぱり官民一体となっていることとか、うんうんうん、やっぱもう市民のその参加型であること、うん、市民が主導になっていることがやっぱりこう評価のポイントとして高かったっていうことをおっしゃられてて、それですごいいいなと思ったのが、あの花と緑のボランティアで来てくれているその方々がその大賞を受賞した理由を聞いてすごく嬉しいって言ってたんですよね、うん、自分たちが参加してることがその評価のポイントになったり、そんな素晴らしい賞の受賞につながったって言ってもらえたらすごく嬉しいねっていう話を雑談でされてるのを私も耳にして、うん、なんかすっごいいいことだなと思って、うん、そのこういうのってやっぱり最初作ったらやりっぱなしだったり、こう、そうですよね、なんかボランティアでそういう NPO の人方々たちを借り出しがちというか、ね、そこに頼りがちになっちゃうんですけど、やっぱりこうそういう方々が一体になるからちゃんとできてるっていう、本当にそれが形になったっていうのが本当にいいことだなと思って話を聞いてました。これがね今の姿なんですけど、除幕式伸びてよかったんじゃないっていうぐらいコスモスが満開になってまして本当にすごい、そのこの柱に鶴製のバラが巻きつくんですけど、うん、それはまあまあ、 あの3年計画で考えているので、うん、まだまだって感じですけど、このようにあの地植えの植物はどん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 また抜いて種を植え替えて、参加してくれてる市民の皆さんがコスモスが終わったら1回抜いてその土の整備をしようとか、うん、そういうのを自発的におっしゃってくれてて、こうもっとそしたら土壌改良したらもっといい強くなるかもとか、なんかそういうで今度はこれを植えてみようとか、で先ほども言いましたけど、うん、自分たちがお裾分けした株とかもあるので、あこれ私があげたやつとかって話して、うん、しててなんかやっぱりこう自分が関わってるには、うん、でさっき我が事になるんですよね。そうそうそう、我が事になるし、うん、さっきも写真見せましたけど、あのやっぱバラックのような小屋が立ち並ぶのとはやっぱもう、うん、雲泥の差というか、そうそう、こうやってみんなでワイワイ言いながらね、これあれだねとかって話してるんですけど、うん、皆さんがこれがあの弊社の社長、左が小松で真ん中がその桂川市長で、うん、右があの白砂先生のスリーショットで、うん、なんかおじさんが花畑にいるの可愛いなとでもこの写真見てもらって分かる通りめちゃくちゃ映えるんですよ。でも自撮りしたんですけど、うん、この花がこんなにあるってまあまあ結構やっぱ写真映えするので、うん、結構やっぱあの簡単にね憩いの場を作ろうとかよくプロジェクトとかで言いますけど、うん、確かにこれだけ花が咲いたら憩いの場になるし、通りかかったら絶対足止めるなとは思いました、うん、であのもちろんそのこのプロジェクトはもう完成したから終わりじゃなくて、今後もその、うん、あの場所を生かしてどうやっていろんな方とハブのような役割としていろんな方をつなぐ、うん、拠点となる亀岡ガーデン構想というのがありまして、あそこで増えた株をまた違うところへ植えて、はい、でまたそこもガーデンして、その亀岡市全体をガーデンミュージアムっていうのにしようっていう構想もありますの で、 いいです、ね、はい、それ の、 あの走りとなるというか、そういう場所になるので、ぜひあの亀岡、本当にあのめっちゃ保津川下り、私もまだ来たことあります、保津川下りない私も子供の時は結構連れてってもらってたんですけど、もう大人になってから本当に行ったことなくて、うん、でやっぱりそのいいですよ、その亀岡から保津川、はい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 、船に乗って下って川下っていくのも、うん、やっぱ京都 の、 あの観光のスポットのうちの一つなので、うん、ぜひぜひあのいい時期になったら、ちょっと冬はね川下り寒いかもしれないんで春とか本当すごいんですね、あの桜とか、うん、
なのでそれも合わせて亀岡行き来ガーデンを見つつ保津川下りを楽しんでいただく、亀岡を堪能していただく、あもちろん明智光秀の、あの主題歌ありますし、愛宕神社とかもありますから、ぜひぜひあの歴史好きが行っても楽しいので亀岡行き来ガーデン、あの、ね、一度行ってみてください。はい、嬉しいですね、こういう持続可能な、まさにねソーシャルグリーンデザイン SGD のこれだけに関われて ね、やっぱ受賞って結構大きいかもしれないですね、やっぱ認められたりとか、それに関わるっていう楽しさがやっぱりあります。そうですね、はい、それではリック TV トピックス、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。